リターン・オブ・ザ・オブラディンは日本在住のゲームクリエイターであるルーカス・ポープが開発したゲームソフト。19世紀初頭の時代を舞台とした物語で保健調査官である主人公が無人となって寄港した商船、オブラディン号を調査する。主人公は手持ちの懐中時計で残留思念をたどって各人物の死の直前の場面を確認することができ、これをもとに かつて戦場で起きた生産な出来事についての解明を行っていく。ゲームは一人称視点で進行し、グラフィックは全編にわたり1ビットで表現されている。本作は、オブラディン号の乗員乗客60人全員の安否、及び死因を特定することが目的となる。主人公を操作して戦場を移動し、遺体や遺体の痕跡に宿っている残留思念がある場所で、 懐中時計を用いると、その人物の死の間際の場面に切り替わる。このパートでは、最初に黒い画面をバックとして、登場人物の声の実のやりとりとセリフの字幕表示があり、その後、時間の止まった 3D 空間として場面が再現される。主人公はこの空間を移動し状況を観察することができる。一度見た場面の内容は、主人公が所持している本の中に、 自動的に記述される。また残留思念の場面の最中に別の残留思念を捉えると、その残留思念の場面へと飛ぶことができる。本には各人物の安否情報を記録できる。死亡と判断した場合はシーンを記入し、何者かに殺害された人物の場合は、加害者名も合わせて記入する。一方、生存と判断した場合はその人物が現在いる場所を記入する。 入力した情報が正解かどうかはすぐにはわからず、3人分が正解となることにまとめて確定される。また、本の冒頭には、すべての乗員乗客の番号、名前、役職、国籍が記された名簿、及び戦場にいる人々の様子が描かれた絵画も掲載されており、これらも身元特定の判断材料となる。 オープニングで乗ってきたボートに戻り帰ることを選択するとゲームは終了となる。特定できた船員の身元、安否の数によりエンディングが変化する。イングランドのファルマスから南アフリカの希望ミネへ向けて航海中の1803年に消息を絶ったオブラディン号だったが、1807年に突然現れファルマス港に帰着する。しかし、そこにいるはずの乗員十一人と、 乗客9人は一人もいなかった。この事態を受け、船を管理するイギリス東インド会社は保健調査官の主人公をファルマスへ派遣する。主人公に託された収納ケースの中には、オブラディン号の機構と題した未完成の主記本と懐中時計、メメント、モーテムがあり、本の序文には、すべての乗員乗客の身元及び彼らの身に起きたことを正確に記述して、 手記を完成させ、モロッコのフランス人駐在所に郵送してほしい、とのメッセージが著者のヘンリー・エヴァンズにより記されていた。主人公は、本と懐中時計を手にして乗船し、調査を開始する。調査を応援下船した、主人公は、エヴァンズの指示通り手記本をモロッコに郵送する。それから一年後、エヴァンズの知人から主人公宛てに手紙が届く。そこには、 エバンズが調査結果に目を通した後に間もなく、病死したとの報告が綴られていた。ファルマスを出港したオブラディン号には、上院の他一般客も乗船しており、その中には、フォルモサの王族と従者も含まれていた。彼らは光る貝殻を、チストの内部に保管していたが、上院の一人である航海士のエドワード・ニコルズが、これに目をつけ、結託した仲間と共に強奪を企てる。 ニコルズらは王族たちを拉致すると、オブラディンゴーに備え付けのボートに乗り逃亡を図る。このまま逃げおせるかに思えたが、突如、光る貝殻を持った人魚たちが、海面から現れる。人魚は手にした槍などで攻撃を仕掛け王族たちや、ニコルズの仲間を、次々と殺害。一方の人魚たちも、一行の応戦により、仮死状態となり、ボートに上げられる。 唯一難を逃れたニコルズは、オブラディンゴーに引き返すことを決意するが、船の前まで戻ったところで船内から銃口を向けられる。ニコルズは命乞いをするものの、銃撃を受け射殺される。ボートに乗せられていたチェストと3体の人魚は、乗員たちにより、オブラディンゴー仮の船尾倉庫へ運ばれ施錠される。この直後、天候が嵐になったかと思うと、 背に何者かを乗せた巨大なカニのような怪物2体が、海中から現れ船に侵入する。戦備倉庫を目指すように移動する怪物により、乗員たちは次々と斬殺されるが、応戦によりかろうじて怪物の死滅に成功する。すると、今度は巨大なクラーケンが現れて船を襲い始め、船長のロバート・ウィッテレルの妻など、多数の乗員乗客が命を落とす。 これまでの一連の襲撃は、人魚の仕業だと考えたビッテレルは、戦備倉庫へ向かい、捕らわれの人魚3体のうち2体を殺害するが、ここで、ビッテレルと残り1体の人魚との間で何らかの取引が行われ、一転して、人魚と貝殻を海に返すことになる。これ以降、嵐は、収まりクラーケンも姿を消す。一部の乗員乗客が、 最後のボートで、オブラ・ディンゴーを離れる中、残された乗員たちの間では、ウィッテレルに対する不信感が募り、船の乗っ取りに関する防御が企てられる。すでに貝殻が海底にあることを知らず、ウィッテレルが隠し持っていると思い込む彼らは、貝殻を奪って、売りさばこうと船長室へ向かい襲撃を図るが、ウィッテレルは、銃などの武器を用いて対抗し、全員を殺害する。 戦場で一人となったウィッテレルは、客室のベッドに横たえていた妻の遺体の前で、懺悔した後、手にした銃を自身に向けて、引き金を引き自殺する。2019ゲームデベロッパーズ・チョイス・アワーズでの、ルーカス・ポープ。ルーカス・ポープは、自身が、子供の頃に遊んだマッキントッシュプラス向け1ビットゲームのビジュアルを好んでおり、このスタイルで、 現代的な 3D ゲームを作れないかとの考えが本作開発のきっかけとなっている。当初のシステムはジャイアントスパロー開発のソフト、フィンチ家の奇妙な屋敷で起きたことに類似したもので、遺体に時計を使うことでその人物の視点となり、死亡1分前からの状況をプレイヤーが再現するという内容だったが、実現には大変な作業が必要だと気づき、規模を縮小していく中で、 対象人物が命を落とした瞬間の静止した世界を調べるというアイデアに行き着いた。オブラディンゴは1800年頃の実際の船を参考にしており、このサイズの船を動かすには最低120人ほどが必要という史実を踏まえ、当初ゲーム内でも120人のキャラクターを登場させようと考えていたが、後に半数の60人に減らしている。一方で本作には、 人魚やクラーケンといったファンタジー要素が含まれているが、これは多数の人物が登場する中でシーンのバリエーションを増やすための措置である。2014年10月には数人のキャラクターが登場するゲーム冒頭部分のみのデモ版を配信し、2016年にはゲームイベントゲームデベロッパーズコンファレンス2016向けのデモ版も配信された。ここまでで自信を深めたポープは、 乗員乗客の死が断片的に明かされていく物語を作り進め、新たなキャラクターを13人加えるなどしたバージョンを、同年11月開催のゲームイベント、パックスオーストラリアに持ち込んだ。ところが、物語の時系列が純不動であることを理解できていないプレイヤーたちの様子を目の当たりにし、ポープはショックを受ける。このことを踏まえ、ポープは UI の改善に取り組み始めるが、一方で、 明示的なチュートリアルは用いたくないと考えていた。試行錯誤の末に本の形式を用いることにし、各場面に見出しをつけることやページをめくる直感的な操作により物語の時系列の把握が容易になった。ありがとうございます。